アイテム番号、SCP-633JP、オブジェクトクラス、ユークリッド・ニュートラライズド、特別収容プロトコル、SCP-633JP は無力化されました。現在は研究のために A4 サイズのファイルケースに格納した状態でサイト、8181の標準倉庫に保管されています。説明。SCP-633JP は厚さ 0μm、重さ 0μg、面積不明の平面的物体です。複数層に折りたたまれた状態で発見され、展開試験の結果、面積は最低でも40億平方キロメートル以上あることが確認されています。厚みが存在しないため理論上無限に折りたたむことが可能ですが、計測器などにより圧力をかけていない場合、折りたたんだ状態の厚みは 0.78mm 以下には減少することはありません。厚さが存在しない物体がどのようにして三次元的に存在し、いかなる原理で積層時の厚みを保持し通常の物体と接触できているのかは判明していません。SCP-633JP は発見当時は表面の色を不規則に変化させていましたが、現在は全体が乳白色のまま固定されています。サンプル採取は成功しておらず、蘇生及び期限は不明です。SCP-633JP は1900年月日、SCP-233JP においてサイト、8136に指定された旧祭が邸内で発見されました。SCP-633JP は邸内に巧妙に隠されていましたが、SCP-633JP が一定のパターンの信号を複数の周波数の電波を用いて送出し始めたことで発見されました。当初 SCP-633JP に対する研究は観測のみとされていましたが、その後の調査で SCP-633JP 内には文明が構築されており、明らかに外界の電波信号を傍受して状況を把握していることが判明したため、財団職員により SCP-633JP 内部とのコンタクトが開始されました。SCP-633JP はその内部または表面に二次元空間と表現するべき独自の宇宙が展開されていたと考えられています。SCP-633JP 内には SCP-633JP-A に指定される知性体が無数に生息しており、発見当時の彼らの供述ではおよそ4億、最盛期には6億の個体が生息していたとされています。SCP-633JP-A は自身を現地語でマプラ、マチューラ、と呼称し、SCP-633JP 空間における支配種族でありこの次元における人類と同等の存在であると主張しています。SCP-633JP-A の生活様式、生殖方法、科学技術などについては多くの情報が交換されましたが、そのほとんどは物理法則の違いや互いの宇宙において適切に表現する言葉が存在しないことから、相互理解は困難を極めました。またオブジェクトの危険度を確定することを主目的として互いの宇宙に干渉する手段の研究が優先的に行われましたが、電波による信号の送受信以外の方法で接触することは不可能であると結論付けられました。SCP-633JP-A は友好的であり、調査にも協力的です。SCP-633JP-A は現宇宙の人類と似た生活様式及び社会基盤を構築しています。例として、彼らは家族や仕事を持ち、エネルギーを消費し、娯楽を求めています。家畜の育成や彼らの次元で有効物などの産出も精力的に行われており、いくつかの国を基軸とした高度な文明社会が築かれています。しかし近年は敵対的生物、現地語でデクマグ、と呼称、ノイジー増加により、SCP-633JP-A の生活圏は急速に縮小しています。SCP-633JP-A は各国家が協力して敵対的生物の対応に当たっていますが、現在まで大きな成果は得られていません。1900年月日、SCP-633JP-A 個体の数が3億まで減少したとの報告が発生しました。これを受け、研究員から SCP-633JP-A 保護のため戦略技術や無線装置をベースとした科学技術の提供が提案されました。1900年月日、提案は了承されました。SCP-633JP-A からの通信1、1900年月日。財団職員様。財団職員様より提供いただきました技術は大変に結構なものでございました。科学技術はナムンカヌン、中。現地語でこの宇宙を指す単語、ナムン、ネン、ように変換する必要があり応用は困難でしたが、戦略技術は驚嘆すべき内容であり、
我々だけでは何世紀かけても思い至らないような画期的手法でございました。我々はこれら技術を活用し、全人類が一致団結することでついにデクマグを主要都市から追い払うことに成功いたしました。我々の祝宴にあなた方をご招待できないことが残念でなりません。いつまでも変わらぬ友情を、ここに誓います。SCP-633JB、A からの通信、1900年、月、日。財団職員様、最近連絡が滞りがちで申し訳ありません。都市機能の混乱により、あなた方の言語を使える人員が他の業務に充てられている状況であることをご報告いたします。デクマグの脅威は主要都市から完全に排除されました。そればかりか、我々はデクマグを捕らえ、家畜化することに成功いたしました。攻撃性を抑えるためにいくらかの改造が必要でしたが、財団職員様より提供いただきました技術を応用することで、十分に採算の取れる効率での手術が可能となりました。重ねてお礼を申し上げます。都市機能の混乱というのはこの家畜化に恥を発しております。一部の国家がデクマグのさらなる大型化及び従順化に関する技術を独占しており、経済的緊張状態が高まっております。またデクマグを高効率で駆逐してきた軍事的国家は、自国内に残されたデクマグが少ないことから、デクマグが多く残る平和的国家への侵攻を開始し始めています。しばらくはこのような状態が続くかと思われ、事態の収拾のための妙案がありましたらば賜りたく、何卒よろしくお願いいたします。SCP-633JP、A からの通信、2000年、月、日。財団職員様。先日の EMP による電気機器障害の件、申し訳ありませんでした。軍事国家アデムによる大規模殺戮兵器の使用による影響の一部が財団職員様側にも及んでしまった模様です。我々の文明は衰退の一途をたどっております。デクマグ争奪から始まった戦争は世界規模で急激な資源消費をもたらし、我々の文明は今や残されたわずかな資源を奪い合い殺し合う、明日の糧をも知れぬありさまです。しかし現在何よりも懸念すべきは狂信者たちの存在です。戦争の後に現れた新たな宗教団体祖となる神の子の信者たちは、この宇宙の外、つまりあなた方の世界には豊富な資源があるはずだと信じており、次元を超えた移動を画策しているようなのです。今まで申し上げておりませんでしたが、実はかつて一人だけ、あなた方の世界から我々の世界に降り立った人物がおりました。このことは彼女からきつく口止めされておりましたが、このような状況となってはそれも意味のないことでしょう。狂信者たちは彼の者が外宇宙からナムンカヌンに訪れたのと同様に、我らも外宇宙へ移動できるはずだと信じています。しかし我らの科学者は、それは不可能であり、その試みはまたナムンカヌンに壊滅的被害をもたらすであろうことを予測しています。我らは彼らを止めねばなりません。財団職員様も興味をお持ちになるでしょうから、今日までのお礼を兼ねて、伝承についてお伝えさせていただきます。かの者が現れた頃、我々は前時代と呼んでいますが、前時代の終焉期は現在と同じくらいに悲惨な戦争状態でありました。前時代の戦争は文明のみならず宇宙そのものに深刻な被害を与え、宇宙自体がほころび始めるほどの規模であったと記録されています。他の者はその時代に現れ、このままでは我々全てが滅ぶことを伝えました。また他の者は、我らが手を取り合えるのであれば、宇宙を修復する方法があると伝えました。我らは争いを止め、他の者にすがりました。そしていくらかの時の後、宇宙は回復し、再び安定しました。我らは再び現れた他の者に、何をしたのかを尋ねました。他の者はそれには答えず、以後また我らが互いに争うことがあれば、きっと報いがあるだろう、その時はまた手を取り合えることを思い出せ、と述べ、以後我らの前に現れることはありませんでした。これが他の者に関する伝承の全てです。我らは報いを受けたのでしょう。デクマグが増加を始めた頃、まだ財団職員様と出会う前のことです。実は我々はすでに戦争状態でした。しかし我々は手を取り合う前に、あなた方に助けを求めてしまった。我々は手を取り合う方法を忘れたがために滅ぶのでしょう。しかしまだ遅くはないはずです。我々は、かの者がしたように、今一度手を取り合えるよう努めます。我々が復興するその日まで、どうかご助力くださいますようお願いいたします。2000年、月、日、SCP-633JP 全体が20秒程度の間、白色に強く発光しました。
その後 SCP-633JP は乳白色に変化し、以後色の変化及び電波による通信は発生していません。2000年月日、SCP-633JP は無力化したと判断され、オブジェクトクラスはニュートラライズドに再分類されました。